ホセデリベイラ作、アポロンとマルシュアスベルギー王立美術館所蔵。マルシュアースはギリシア神話でアポロンと音楽を競い敗北したサチュロスである。日本語では長母音を省略してマルシュアスとも呼ぶ。マルシュアースはアウロスというダブルリード、日本館の木管楽器の名手だった。その楽器はアテーナーが作ったものだったが、吹くときに頬が膨れるのを 他の神が生やし立てたせいで拾ったものにはざわいが降りかかるように呪いをかけて地面に投げ捨てたのをマルシュアースが拾ったのだった。アウロスを得たマルシュアースはこの楽器に熟達しアポローンの来たらにもマサルトの聖望を得るに至った。これがアポローンの耳に入って怒りを買いマルシュアースはアポローンと音楽合戦をする羽目に追い込まれた。アポローンとマルシュアースの音楽合戦では 勝者は敗者の側に何をしても良いことになっていた。アポローンに主催されるムーサが審判だったために勝敗はおのずと定まり、マルシュアースは負けた。神に挑戦するとは思い上がった太いやつだということで、プルギアのカレーネーの洞窟で生きたままカワハギの目にあった。その時の血は川となりそれがマルシュアース側である。この音楽合戦にはいくつかの種類がある。中には、 マルシュアースが勝利者として去ろうとしたところ、アポローンは縦ごとを上下反対に調弦し、同じように演奏してみせた。これは笛では真似しようがなかったというものがある。真、ま、った中には一旦はマルシュアースが優勢だったが、アポローンが弾き語りを始めたところで勝敗がついたというものもある。マルシュアースは楽器の演奏合戦だったはずで、歌まで評価に加えるのは反則だと抗議したが、 アポローンは笛を吹奏するのも歌と似たようなものではないかと反論した。ムーサはアポローンの主張をもっともだとしてアポローンに軍配をあげた。後年のヨーロッパの芸術作品ではマルシュアースはしばしば古代ギリシアのアウロスではなくフルート、パンパイプ、さらにはバグパイプを持っている。同様にアポローンが持っている楽器は古代ギリシアのキタラ、リラに類する建物だったり、 ハープだったり、ビオルだったり、他の弦楽器だったりする。この音楽合戦に用いられた楽器の性格は、アウロスが熱狂的なディオニューソス的性格の楽器、キタラが理性的なアポロー音的性格の楽器とされており、またマルシュアースがその一人であるサチュロスという精霊は、ディオニューソスの剣属であることを考慮すると、ニーチェが論じたように、人生のアポロー音的側面とディオニューソス的側面の、 永遠の創国を象徴しているかに見える。神話の解釈、当時のギリシアにおけるアウロスの音楽的位相についてはアウロス神話の解釈も参照のこと。ありがとうございます。